今週はフェブラリーステークスか。思い出すなインティ、スタートからダートコースに入り先頭に立つとそのまま最後の直線へ。残り 200m、 猛然と伸びてきた馬に迫られるも首差で振り切ってゴール。7連勝で G1 初勝利という快挙を成し遂げた。まさにダート界のニュースター誕生の瞬間だった。今年はどんなレースが見られるのだろう。待ちきれない。フェブラリーステークス始まる。早く見たいな。 JRA